燃えろジャスティス学園のパート3です。どうも、アザラシです。やっていきます。前回のパート2に引き続きやっています。これも完全につながりものだな。とりあえずパートナーを奪っていく。言うことあげてみるか。ひなたで、パートナーチートだなこれ。ひなた、ひなただけなんか。あ、選べるんだ、誰連れていくか。で、移動だな。がっつり移動しよう、ね、体力あんまないな。あ、なます。こうかな。えい、3。攻撃だけはすげえけど。お、いいね、先崎能力5。やるで。パートナー連れとくとなんかいいことあんのかな。気、熱血気合法。ああいう能力が上がるってやつは学園ライフを送ってやる。 CPU の方が学園ライフを送ってる。マップ的にはこれを取りに行くのが正しいんだと思うんだけど。あ、一応あるな。取りに行こう。あと体力がちょっと心もとない。8、必殺でしょうね。自然の方。あ、当たり回復した。よかったよかった。うん、我ながらさ、単位ポイントすごいな。600とか言ってるけど。良い日和ですね。パラメータ投げ下げ。いや、しかし本当攻撃モンスターだな俺は。攻撃だけでそんなキャラって面白いけどな。触れたら死ぬ、触れられたら死ぬ。 1,2,3,4,5,6 マスか。 1,2,3,4,5,6 マス、6マス、6マスか。6があるわけじゃないし。3、マップで見るとここは、あ、これもか。音楽と体育を取っていきたいね。2か1,2,3,4,5,6 2か6。ここはこれもか。ここ全部欲しいな。困った。へい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 。4は一番別に欲しい。来て欲しい。来たところでってやつか。技シャイニングセーブ、グラップルビート、ウラリモン。ウラリーモンが強そうだけど。ロイは立ち去った。こういうところでもしも俺を下げてきたら CPU やるなって思うから、そんなにそんなに勝ちに行きたいですかっていう感じがして。いやいや、なんか進みがとろくせえな。いつまでこれやるんだろう。何ターンあるんだろう。2が欲しい。6、1,2,3,4,5,6。ここかな。1,2,3,4 か。ここはあんま来ときたくないけどな。まあしょうがないかな。いや、これはこっちの方がいいよ。防具の方がいい。俺の勘もそう言っている。
わっ、日向がHP0 にしてまであそこでなんか頑張っとるやつがおるな。学園ライフを送ってやる、あやめ。こいつ男をとっかえひっかえじゃねえか。きちんと単位取っていけるかな。でもカード使う、パートナーでもう一回ひなたをゲット、ひなたゲットで3マスじゃどうにもならん。この辺のマップはどうなん、これはこれもか、1でもいいぐらいな感じだな。いやわからんわからん、大きく進んでみよう。8、あ、音楽いけた、音楽聞きました。体育体育だ、体育4、よし来たこれでかなりビンゴが、かなりビンゴがあれしてこれしてあれなんじゃないでしょうか。ここら辺で戦闘仕掛けてくんねえかな適当に。面白い、面白いんだけど面白いんだけど、この面白さは、この面白さは俺にしか伝わらない面白さかもしれんね。実況としてはいまいちかもしれない見ちゃってるしな、なんかあの他のプレイヤーの動きをなんとなく見ちゃってるしな。こうなると理科2あたりが欲しいな。いいかに、まあいいか。マップ的には 4か1234か5もしくは12345678944か6か99なんだったっけ、9あるな。うーん、4、もう一回もう一回マップ見せて、12345678123456788でもいいか。じゃあ大きい方で8、音楽3、音楽3、うーん、数学2埋めて左右上埋めてしたいな楽しんでるけど、楽しんでるけど、けどグランドスラム、名前は熱い。だからグランドスラムっていうのは野球だけでもないのかな。え、野球用語はやっぱり初なのかな、野球初なのかな、グランドスラムってことは。野球用語的にはあの満塁ホームランのことをグランドスラムっていうけど、テニスとかでも四大大会制覇したらグランドスラムっていうんじゃなかったっけかな。なんで4つを制覇するとグランドスラムっていうのかはちょっとよくわからないけど、いる美術1、あんまりどうかな、これは接点があるな。数学2が欲しい、数学2、多分数学2は誰か持ってるな、こりゃこれだ、違うな、これか、 1P が持ってる、 1P に喧嘩挑んだ方がいいのか、まあいいか、とりあえず1。なんで今小さい方を振ったんだろう、小さい方振る必要なかったな、きれいだった、うんうん、1P に喧嘩挑んだ方がいいけど、ちょっともう自信が、何やってんのあいつ、何やってんのあやめ、さあどうする、さあどうする、やるか
わ強くなったら負けるよ。あやおおあ俺低いとこばっかだ。負けた。こいや。ん？どうなった？でも負けか。負けた。タイム奪われるかな？言うこと。よかった、穏便に済ましてくれた。穏便に済ましてくれた。よかった。3マスでなんか奪えるところ。特になし。欲しいのは、ここだな。まあ、大きく動くか。大きく動いてみましょう。8。必殺技変更。パラメーターダウン。かなり無茶だけど、読んでみるか。こいつが俺の敵だから。コベルトと話す。この状態で。あれ？戦えないのか。同じマップにいた戦う。あれ？戦ったこともあった気が。そのマップに、そのコマに、そのコマにプレイヤー以外がいたら？ NPC がいたら？そのコマに NPC がいたらそっちの方を優先するってことなのかな、ことでいいのかな。カード根性ダウン。1P 恵み。あれ恵みか。恵みの根性を下げてバトル。めぐみ。でいいんだよな。これでいいんかな。考えながら、かなり考えながらやってる。視力に設定されました。俺にはあまりいいことではないぞ。相手に行く。これでカードで、リカにカードじゃねえよ。何土地狂ってカードをロードしてんだよ。これ数学2か。数学2。英語読む悪くねえな。あ、完全燃焼技ばっかり手に入れてるけど、それよりパラメータアップが欲しいんだけどな。パラメーターアップが欲しい。やめてくれませんかね。怖い。敵さん相当怖い。相手に攻撃が、ああよかった攻撃が、手防衛入ってる。こっちは攻撃入ってる。うわー、わからん。どっちが勝つかわからん。U コード。カード。パートナーカードしか持ってね。残り10ターン。レベルアップ体力一方通行。一方通行はいらん。カード使おう。アップ体力5ターンではな。
それにマップで日向を探そう。ここか。これはむしろ欲しいか。1234。パートナー、とりあえず日向をパートナーにしておいて、このマップではない。間違えた。いや、夏ってやつ連れていこう。で、移動4マス。4マス、4マス来い。なんだ、ちょっと落ち着いて話せて。ケーキ、ああ、何、ね、そのケースそれは残念だな。でもクラスで決めたことなんだから従わなきゃダメだぞ。おいおい、ほどほどにしとけよ。はい、トントン拍子。2人もいる。心強いぞ。8下がってきた。お、勝ったです。勝ったですよ。強い。うまくいってるな。もう一周とかしなくていいや、ルーレット。もう一回これやらなくて、スゴロクもう一回やらなくていいや。もう完璧なキャラが作れるわ、この一回で。完璧なキャラかな。強いキャラ作りたいだけだったら4つコントローラーさして、2つかな、コントローラーいっぱいさして、自分が全部操作したら強いだけのキャラなら作れそうだ。さて、パートナーにしますか。ひなたをパートナー。ロベルトいらねえ。この状態なら喧嘩を打ってもそうそう負けんが。欲しいカードがあるからな。体育1。これか。体育1。体育1ならダブルビンゴ。取り行くか、体育1。来いや、10。12。これ取るか。全キャラ有効度プラス5。見にくい争いよ。あの数学1欲しいんじゃないかな、実は。あと2人いるな。あれは挑めない。お、また20分が近づいてる。パート3ここまでにします。次回パート4でおそらくね、完結するでしょう。これは無謀でしょう。だから知力は、相手に強くは別に悪い話しよう。攻撃が入ってる時点で勝てる。で、プラスされて、で、ダウンさせると。完璧。絶対負けんよ、これ。さあ、単位を奪う時間だ。
何もらおうかな。これでしょうね。いやー、トントン拍子だな。これが取れん。これがちょっと苦労しそうだな。離す。なんだもも、その大きな荷物は。先輩。そうか。そっか。楽しまないと損だよ。そんなの気にしなくていいよ。ところで、モモの作ったお化け屋敷の道具はどうなるか見せてよ。あ、しまった、ここをパートのつなぎ目にするの忘れてた。パートのつなぎ目っつうかなんつうか、そう、ここでカット。次回パート4か4はここからですっていうの忘れてた。まあいいでしょう。もうちょっとお付き合いください。おコードもそれしようと思ってもマウスのとこあれ移動するまでしてたのに忘れた。4マス移動カードかけさん単位強奪やめて。1がいいな。まあここまでにします。これ1欲しい。それじゃあまた次のパート4でまたお会いしましょう。また2回行ったな。ほんなまた。